私はキルヘンベルの町が大好き。生まれてからずっと暮らしてる。たくさんの思い出が詰まった町だから。でも今日でキルヘンベルからしばらく離れることになったの。その前にここで作った大切な思い出をいっぱい話しておきたいんだ。おばあちゃんがいなくなってから私は一人でアトリエを続けてたの。昼間はみんな来てくれるけど、夜になると一人ぼっちになっちゃうのが寂しかったな。けどそんな寂しい毎日はプラフタと出会って変わったんだ。プラフタは不思議な喋る本でね、昔の記憶をなくしてたの。そのなくした記憶を取り戻すためにたくさんのレシピをプラフタに書いたんだ。少しずつプラフタの記憶が戻っていって、プラフタが人間だったっていうのが分かった頃かな、私プラフタを人間に戻したいって思うようになったんだ。けどその方法が分からなくて、勢いだけで行動しちゃってプラフタを怒らせちゃったこともあったんだ。まああれは怒って当然だったけど、結局今も人間に戻す方法は分かってないの。けどね、代わりにすっごい名案を思いついたんだよ。それはね、人間に近い人形の体にプラフタの魂を移すことなんだ。もちろんそれも簡単なことじゃなくて、町のみんなが協力してくれたおかげで素敵な体が出来上がったの。私もみんなもプラフタもすっごく嬉しかったけど、大変なのはその後だったんだ。プラフタが昔戦った錬金術師ルアードが復活したの。プラフタはそれを止めようとしたんだけど、なんか違う気がして、私とプラフタは一緒にルアードを説得しに行ったんだ。もちろん不安だったけど、きっとできるって信じてた。だってルアードももともとは私たちと同じ思いを持っていた人だから。プラフタも本当はルアードを倒したいとは思っていなかった。だってプラフタの夢はみんなを笑顔にすることだから。それならプラフタにもルアードにも笑顔になってほしい。だって私の夢はみんなを幸せにすることだから。二人でならできるってそう思えたんだ。みんなを笑顔で幸せにする、そんな錬金術師に。だから私は決めたの。おばあちゃんと同じ公認錬金術師になろうって。しばらくの間ギルヘンベルとお別れしないといけないのは寂しいけど、きっと絶対に公認錬金術師になってみせる。おばあちゃんみたいな錬金術師になりたいから。だからその時まで見守っててね。それじゃあ行ってきます。大好きなおばあちゃんへ、ソフィー・ノイエン・ミュラー。無数の夢を見ていた。何にもない世界でたった一人、大地、空、海、欲求、願望、愛情、人の夢の中には全部が詰まっていた。
時、ひときわ輝く夢を見た。優しくて、明るくて、とても強い。会いたい。彼女に会ってみたい。そう願わずにはいられなかった。たとえそれが許されないことだったとしても。私は夢に形を与える。彼女に会うために。どうされてしまいますね、ゾフィー。でも、全然元気がないみたい。ブラフターが夢で見た木って、あれで合ってるの？いえ、私が見たのは、もっと…オスカーがいたらな。一体どこに行っちゃったのやら。きっとまた植物たちの声を聞いて飛んでいったのでしょう。だね。とにかくもう少し近づいてみようよ。そうですね。近くに行けば何かわかるかもしれませんし。行こう、プラフタ。ソフィー、あまり急ぐと転びますよ。いつでも前向きな錬金術師ソフィー、そして人形の体を持つ相棒プラフタ。二人は慣れ親しんだソフィーの故郷を離れ、各地を旅していました。旅の目的は二つ。一つは、人形の体に魂を入れたプラフタを人間の体にすること。そしてもう一つは、祖母の足跡をたどり、公認錬金術師の資格を手に入れること。いずれも高度な錬金術の知識を必要とする、生半可な覚悟では達成できない目的ですが、ソフィーに迷いはありません。夢を叶えるべく、今日も前へと歩み続けるのでした。これはそんな彼女が体験した数々の冒険の一つ、夢をめぐる不思議な不思議な物語。
くで見るとますます大きいな。いろんなところを旅してきたけど、こんなに大きい木を見るのは初めてだね。ええ、そうですね。しかし、なぜ私はこの木のことを夢に。不思議だよね。ここまでの道も知ってたんでしょ？はい。でなければこんな森の奥にある場所、とてもたどり着けませんでした。まるで夢に導かれたように。私は以前にもここに来たことが。ブラフト？何でもありません。もう少し見て回ってもいいですか？ちょっと予定外だけど。ようこそ私の世界へ。
ここは…あ、よかった目が覚めたんだねピリカさんこの人目覚ましたよよかった気分はどうどこか痛いところとかはない私ここは倒れてたお姉さんを私が見つけたのそれでピリカさんと一緒にここまで運んできたんだ倒れてた私たちは確か森でそうだプランタ私の他に誰かいませんでしたか誰かいたかお姉さん以外には誰もそんな探さなきゃ助けてくれてありがとうございました私もう行きます待った待った行くってどこにさ君はまだこの世界のことを何も知らないんじゃないのこの世界？ああ、やっぱり見かけたことなかったからねアレットはどう？私も見たことないよお姉さん、もしかして新入りの人？この世界とか新入りとか何のこと？あれここに来る前に説明は受けてるはずだけどもしかして聞いてない？まあいきなり言われても理解できないと思うし順番にやっていこう遅くなったけどまずは自己紹介から僕はピリカこの店の店主をやっているよアレット・クラルティ商人兼調達屋だよ何か必要なものがあったらいつでも言ってねあ、私はソフィーの家ミュラプラフタと一緒に旅をしていてそのプラフタさんって人を探してるんだねうん早く探さなきゃまあまあ落ち着いてよ口で説明しても実感ないだろうし実際に見てもらった方が早いかなだねソフィーさん体が平気ならちょっとお店の外に出てみないThank you.
ソフィーさんはエルビーラ様に会ってないんだね。エルビーラ様？おかしいな。こっちに来る前にエルビーラ様が説明してくれるはずなんだけど。ごめん、混乱させちゃったよね。急で驚くかもしれないけど、ソフィーさんは異世界っていうのを信じる？ここはソフィーさんがいた世界とは違う。夢の神エルビーラ様に作られた異世界、無限世界のエルデビーゲ。そして今いるのはこの世界に来た人たちが暮らす唯一の町、ロイテールっていうんだ。異世界って冗談だよね。普通の大きな町にしか見えないし。だよね。ここだけ見たらあっちの世界と変わらないし。ピリカさんもアレットさんも嘘をついてるようには見えないけど、私たちが吸い込まれたあの渦、あれは絶対に普通じゃなかった。もしかして本当に？けどそれならプラフトはどこに？ねえ、ソフィーさんってどうやってここに来たの？どうやってって言われても、の奥に大きな木があったんだけど、それに近づいたら変な渦に吸い込まれて。大きな木に渦か。渦のことはわからないけどさ、大きな木って夢の大樹のことじゃない？そうだね。ソフィーさんが見つけた場所から考えてもその可能性が高そうだ。私を見つけた場所？そこ、そこに連れてって。もしかしたらまだそこにプラフトが。そうだね。私一人じゃ見つけられなかったけど、三人なら。あ、でもその前にこれを渡しておくね。これって地図？あげるよ。知らない場所なんだし、地図があった方が心強いでしょ。しなくていいよ。そう？ありがとうアレットちゃん。それじゃ夢の大樹を目指してレッツゴー。ああ、うん、よろしくね。
異世界っぽくないなって思ってる？うん、だってみんな普通の人に見えるし。そりゃ、もともと僕たちもソフィーさんと同じ世界から来た普通の人間だしね。え、そうなの？そうだよ。僕たちが寝てる時に見る夢、この世界では無限って呼ばれてるんだけど、エルビーラ様は僕たちが見る無限を通して強く叶えたいと思っている夢を見るんだ。その中で気に入った夢の持ち主をエルデビーゲに導いてくれるんだよ。無数にある無限の中から探すから、ほとんど偶然みたいなものなんだけどね。それにこの世界はちょっと特別でね、どれだけ時間が経っても年を取ることがないんだ。目標を持ってる人たちにとってはまさに夢のような世界ってわけさ。どう？わかった？今のところは話半分に聞いてくれればいいよ。とにかくまずは夢の大樹に向かおう。あの木は？どう？見覚えある？うん、この木だよ。私がプラフタと一緒に見たのは。プラフタ、お願い！いたら返事して！字はないみたいだね。探してみよう。3人でなら何か見つかるかも。そうだね、ソフィーさんと同じように気を失ってるかもしれない。2人ともありがとう。誰もいなかったね。もしかしたらもう誰かが保護してくれてるのかもしれないよ。
そうだといいんだけど。ねえ、この木は一体何なの？普通の木じゃないよね。この木はね、夢の大樹って呼ばれてるの。夢の神エルヴィーラ様もね、この大樹の近くにいるって言われてるんだよ。まあ本当かはわからないけどね。誰もここでエルヴィーラ様を見たことはないし。ここで？みんな一度は話したことがあるんだよ、この世界に導かれる前にね。ただその時もはっきりとした姿じゃなくって、こう光に包まれたおぼろげな姿なんだ。エルヴィーラ様、その時以外は絶対に人の前に姿を現さないからちゃんと見たことがないの。けどすごい神様なのは間違いないよ。夢の神様か。でも私はそんな神様に会ってない。渦のことも二人は知らないんだよね。そこが不思議なんだよね。今までそんなの聞いたことないし。さすがに私たちの話だけでここを異世界と思えなんていうのはちょっと無茶だよね。けどアレットちゃんたちが嘘ついてるようにも見えないし。それに私が見た大樹の周りにこんな祭壇や町はなかったけど、確かに枯れてたあの木と同じものだし、だからちょっとは信じられるかな。少しでも信じてもらえたならよかった。でもここが異世界なら早くプラントを探さなきゃ。それじゃあ町の人たちに話を聞いてみよう。ソフィーさんみたいに誰かが見つけてロイテールに来てるかもしれないよ。あ、ごめん、僕はお店に戻るけど、お客さんにも話を聞いてみるよ。もし何か分かったらすぐに教えるね。了解。それじゃあソフィーさん行こう。うん、二人ともよろしくね。近くで見ると本当に大きいな。じゃねえか、こんなとこにいるなんて珍しいな。ちょっと夢の大樹に用事があってね。なんだ、木登りでもしたかったのか。ちっかー、人を猿か何かみたいに言わないでよ。悪い悪い、猿よか可愛げはあるわな。猿と比べられても嬉しくないから。まったく。見たことない顔だな。もしかして新人か。そう、こっちに来たばかりのソフィーさん。エルヴィーラ様と会わないでこっちに来たみたいなの。へえ、そんなやつもいるのか。ソフィーだったか。俺様はオリアス・エンデルス、世界最強の超用心棒だ。助けが必要な時はいつでも呼んでくれ。後悔はさせねえぜ。世界最強超用心棒？その辺は流しちゃっていいよ。それよりオリアスさ、プラフタって名前に聞き覚えある？プラフタ？私の家族で一緒に渦の中に吸い込まれたから、多分こっちに来てるはずなんです。
ソフィーの家族かどうかはわからねえが、プラフタっていう錬金術師なら知ってるぞ。え？本当ですか？最近こっちに来たばっかのやつで、町外れのアトリエにこもってずっと研究してるぜ。何度かカティのところに飯食いに来てるのを見たことあるが、てかアレットも見たことあんだろ。銀髪で尻尾があってさ、あと何かの耳みたいな飾りもつけてるやつだよ。あそっか、あの人か。名前までは知らなかったよ。お前な、だってここって人の出入り激しいし、新しく来た人の名前なんて覚えてられないよ。出入りが激しいってことは、ちゃんと元の世界に帰る方法があるんだ。ああ、この世界で自分自身の思いや夢が満たされると、その瞬間に元の世界に戻されるようになってんだ。その辺のことは最初にちゃんと説明してくれねえと混乱するよな。まったく困った女神様だぜ。エルビーラ様に会ってない私ってどうやったら帰れます？ああ、わかんねえ。俺様も聞いたことないしな。かなり特別ってことは間違いないぜ。そんなのいらないのに。と、それより今はプラフタの方が先だな。案内してやるから俺様についてきな。はい、ありがとうございます。よかったね、ソフィーさん。うん、こんなに早く見つかるなんて思わなかったよ。本当によかった。けどこんなにすぐ自分のアトリエを持つなんて、さすがに早すぎるような。それに今のクラフトは錬金術ができないのに、どういうことなんだろう。来ても静かだよね。あまり人も来ないし。ま、マジで何もないからな。わけのわかんねえ遺跡の跡くらいしかねえし。なんかこういうのどかな場所に来るとキルヘンベルを思い出しちゃうな。キルヘンベル？うん、私の故郷の町だよ。旅に出てから結構経ったけど、
みんな元気かな。毎日一緒にいたのがなんだか懐かしい。またみんなと遊びたい。モニカの歌もまた聴きたいな。懐かしい気持ちになってるとこ悪いが、ほらもうアトリエはすぐそこだぜ。あ、はい。まずはプラフトに会わなくちゃ。ここがプラフタのアトリエだ。わー、素敵なアトリエ。あれ？でもここって確か。どうぞ、勝手に入ってください。あれ？今の声って。ほら、早く入ろうぜ。私のアトリエとは全然違うのに、なんだかすごく懐かしい気持ちになる。待たせちゃってごめんなさい。それでどんなご用件ですか？あれ？ここってプラフタのアトリエじゃ。そうですよ、ここは錬金術師プラフタのアトリエですが。あなたは？だから私がプラフタですが、錬金術師プラフタは私です。もしかして人違い？確かに私の探してたプラフタとは違うんだけど、でもなんでなのかな、人違いって感じもしなくて。だから私がプラフタですって。用事がないなら帰ってもらえますか？研究で忙しいんですけど。ごめんなさい。私ソフィーの家ミラ、あなたと同じ錬金術師なの。ここに来たばかりなんだけど、一緒にいた家族のプラフタと離れ離れになっちゃって探してるんだ。私と同じ名前？それに錬金術師？詳しく話を聞かせてください。なるほど、エルビーラと会うことなくこのエルデビーデに来てしまったんですか。そうなの、アレットちゃんに助けられなかったら今頃どうなってたかわからないよ。私と同じ名前のプラフタさんについても嘘をついてるわけではなさそうですね。わかりました、錬金術師かどうかはさておき信じてあげます。どうして錬金術師ってことは信じてくれないの？当然です、錬金術師はなりたくてなれるような簡単な職業じゃないんですから。常に新たな道具を生み出そうとする探求心、技術、生まれ持った才能が必要不可欠なんです。そうなのか？
私に聞かないでよ。そもそも錬金術師を名乗ってはいますが、それを証明するものを持っていますか？それはここに来た時にほとんど落としちゃったから。でも本当に錬金術師だよ。ではこうしましょう。このアトリエにある道具を自由に使っていいので、何か作ってみてください。それができればソフィーが錬金術師だと認めましょう。今は無理だよ。早くプラフトを探さないといけないし。仮にもし錬金術師であることを証明できれば、このアトリエを共同で使用してもいいと言ったら？え？それ本当？こっちにいる間、住むところも必要でしょ？悪い話ではないと思いますが。ソフィーさん、どうする？わかった、やるよ。プラフタを探すのにもアトリエがあった方が助けになるかもしれないし。私ちょっと材料になりそうな素材を取ってくるよ。なら町を出たところの草原がいいでしょう。手頃な素材がいくつか見つかるはずです。そういうことなら私もお手伝いするよ。一人より二人の方がいいでしょ。ま、右も左もわからねえ新入りを放っておくのはダセーしな。最強用心棒の俺様が特別にロハで手伝ってやるぜ。ありがたく思えよソフィー。二人ともありがとう。よろしくね。Thank you.